今日土曜日で、日曜日の前の、日であるからちょうど教会が私たちにこの四旬節の、ね一番最初の土曜日に入るために、そして、ね、あの一番最初の日曜日、ね、四旬節の日曜日の導入を通して、マタイの呼びかけと会心の場面を私たちにプレゼントを通して与えてくださいます、ね、本当に大きなプレゼントです。キレダチオイエス・キリストは今日も私たちのところまで来てくださいます。私たちがどこに座っておられますか。私たちの両親の上に座っていると私が思います。マタイと同じように私たちの長子権、私たちの、キリスト者になるための呼びかけを忘れたそのところにキリストが来ます。この時期、この四旬節は改心の時期です。どこからどこへ行く改心と言いましょうか。どういうふうに私たちが、歩む、これから歩むか、どこから出発しなければならない、どこから解放される必要があるんですか。やっぱりマタイと同じような状態から、マタイは自分の歴史、自分がイスラエル人であるということを忘れ、そしてローマの帝国の人々と契約を結んで彼らのために働いた、そして自分の兄弟を責めた、特に未亡人、貧しい人でしょ、税金を支払うように勤めていた。で、彼がその時のシステム、によるとやっぱり自分が税金以上、自分が決めたお金を取れることができた。もう本当に軽蔑されたものでしたね。もう考えてください、想像してください。当たり前でしょ。自分の兄弟は敵と結び、そして敵と、あの契約を結んで、敵に自分の魂、自分の全てを打って、そして敵からその権利をもらって自分の兄弟を責めた。考えられないぐらいよね。で、私たちもそうです。神の子であるのに、神の子を通して生きるのではなく、悪魔に縛られて悪魔の誘惑に、耳を傾けて、その悪魔の言葉に従って私たちの兄弟を責める。責めた。神の子であるあなたの息子、あなたの娘、あなたの両親、あなたの奥さん、主人、仲間などを責めた。お金を捕らえようとしていた。つまり、名誉、時間、すべてを捕らえようとしていた。奥さんの体を使ったじゃないんですか。などなどね。嘘ついたら裁いて、相手を裁き、など。で、ますます私たちが、その罪の塊に、なってしまいました。で、キリストは来ます。で、キリストは私たちを見る。マタイと同じような見方で私たちを見る。イエス・キリストは、レビ、ユダヤ人、そのイスラエルの民の子を、この外側の、裏切者、その外側の汚い姿を乗り越えて、本当のレビ、本当のマタイを見出した。本当のレビを見た。そして愛した。そしてその見方によって彼を救った。彼が自分の使命について今日の福音に言ったのは何ですか？やっぱり、
あの元気な人が医者に必要としていない、私が医者であるから、病気の人、罪人を招くために、その病気の人を癒すために来られました。で、キリストはマタイを病気の人として見た。ユダヤ人、病気の人は、がん、例えば、がんに患っている、アントネッロが、もう、がんに患っているからと言って、アントネッロ、もうアントネッロではないと言わないでしょう。ね。いくらその病気は、自分の体を、なんか怪我して、傷つけて、いくらその、なんか、病気は自分の体を不自由な体にして、例えば雷病とかね、そのね、そのものすごくひどい病気があっても、その人はその人で残るでしょう。その人間はその人間です。その唯一の人間です。いくら病気であっても、同じようにマタイはいくら罪人であっても、キリストに病気な人として見て、見られて、そしてイエス・キリストの眼差し、イエス・キリストの見方は彼の心まで入りました。そして、憐れんで彼を呼んだ。どうやってマタイを癒したのか、私についてきなさい。この言葉、この呼びかけは薬でした。この呼びかけ、の言葉には、薬みたいな感じ、力がありました。聞く。その病気に対する聞く。聞く力がありました。私についてきなさい。その呼びかけは、憐れみの呼びかけ。誰でも、その徴税人に近づくことはできなかった。しかしこの先生は彼に近づいて自分と一緒に行くように呼ばれた。考えられない。みんなに見出さ、追い出された軽蔑されたのに、憐れみを持って彼を裁かないで、彼を責めないで、彼を、訴えないで、罪人である、汚いである、自分の民を裏切った、そのものであるマタイはイエス・キリストに呼ばれた。この呼びかけには愛がある。キリストだけこの不合理なことをすることができた。これは素晴らしい、薬です。この薬だけ効くんです。この薬だけ罪を癒す、の病気を癒すことができる。許す。でも許すだけではない。呼びかけであるから、まあ大丈夫です、私はあなたを許すだけではない。しかもこれをもう言わない。もう次の段階、次のステップにすぐ行っちゃう。私についてきなさい。つまり彼が新しい命、新しい命をもらって、新しい人生、聖人の人生、使徒の人生、弟子の人生を送ることができるようになりました。わかる？これは本当に効く。ただ癒すだけではなく、もう同じ病気に患わないように力がある薬でした。もう私についてきなさい。私と一緒に、この薬、この憐れみが、この許しがマタイの心に効かなかったら、彼が全然立ち上がることはできなかった。もっともふさわしに言えば、キリストに従うことはできなかった。その古い人間、その古い生き方を捨てることはできなかった。しかしその呼びかけにはその力があったから、愛の力があったから、憐れみの力があったから、彼が立ってすぐキリストに従った。これは、毎日キリストが私たちに同じような形で来ます。同じ憐れみを持って、同じ薬を与えようとしています。わかりますか？春節は特にこれが私たちのためのプレゼントです。キリストが春節の間には今日ももう
私についてきなさい、私の足跡をたどりなさい、ということです、ね、この言葉を耳に、この言葉に耳を傾けましょう。信じましょう、兄弟たちを信じましょう。キリストがあなたを愛しています。あなたをそのまま愛しています。キリストがあなたのその外側の罪、そのあるいは心の中にある罪を乗り越えることができる。あなたは神の子であるということを見ます。誰でもそれを見ません。奥さんがあなたにはその神の子の姿を見えない、主人もあなたの、ね、その中にはその姿を見えないけど、キリストが見えます。キリストが見ます、兄弟たちを。キリストだけ。そしてあなたを呼びます。私についてきなさい。この四旬節を歩みましょう。あなたが、ね、断食のおり施しを通して自分の全てを添うて立ち上がる、復活をする、ね、福音に現れる動詞は復活という動詞ですね。立つ、ね、または立って、立ってという動詞はやっぱり復活してキリストに従った、そして感謝の祭儀に入りました。その、ね、私たちが今晩か明日祝う、参加するその感謝の祭儀、その食卓、喜びの食卓、ね、自分の歴史、自分の兄弟、自分の友達、全てを読んで、もう癒されているから、新しい人間であるから、みんなにその奇跡、その愛の奇跡、その薬を分かち合うこと、素晴らしい。これ感謝の祭儀の最も深い意味です。今日たちよ、良い土曜日、良い四旬節を。